英語ライブ。日本の学校で教える英語は間違いだらけ。バイリンガルが本当の英語を説明します。レッスン24。え今日もですね、時事英語の用語を習うということで、えー、今日の用語はですね、サブランティー。この、この音がですね、抜けて3シラブルになってんですね、1、2、3、4じゃなくて3つでサ、サブランティ。サブランティと言いますね。 サブランティーっていう言い方を練習してください。これはどういう意味かっていうと日本語で言うとざっくり翻訳するとまあ自治権ですか自分の国を治める権利ということですね。これはしょっちゅう英語のニュースなんかに出てきます。それを頭に入れるためにはですねまあ,あ,あ歴史をちょっと 歴史を使って説明すすると、絶対に忘れなくなくりますね、えー。どういうことかっていうと、えー、19世紀にですねブリティッシュ・コロニアリズムですねあイギリスがあちこちに植民地を作ったこれは植民地の形態がですねオールド・フォーム・コロニアリズムといってまずどうするかってインディアとか香港ではですねガバナーですね これはあイギリスがアポイントするわけですね。誰がガバナーかと。で、選挙とかないわけです。だから、香港にいる人は選挙なしで上に誰かがいるわけですね。で、ガバナーとかアドミニストレーター。これは日本でいう官僚ですね。で、官僚が全部イギリスによって決められて、選挙とかありません。 だからソープランティーっていうのがないわけですね。その、あこれがですね、ソバンティーっていうふうに聞こえますね、早く言うと。ソバンティーあー。ガバナーがですね、あ決まったとき、先制するのはブリティッシュ・クイーンですね。香港に住む人のためにやるっていうようなことは一切言わないです。私はブリティッシュ・クイーンのために ここのガバナーになりますというわけです。ところがあのブリティッシュがですね100年経っても香港を返さないのでチャイナが香港を返してほしいと言った時にですねあ,あの時はサッチャーですかノラリクラリと10年ぐらいも交渉を伸ばしたわけですねでチャイナがしびれを切らしてですね返さないなら ああ武力で取り返すといった時にイギリスがビビったんですねでじゃあ返すからとで返す時のその条件としてですね返すのにもともとタダで取ったものを条件つけて返すんですね、えー、香港は民主主義にしろとで中国は社会主義ですから民主主義にしろというのはどういうことだと今まで民主主義なんてなかったじゃないかと植民地ですからね で、いや民主主義の方が人々のためになると。でこのヒポクラシーですねヒポクラシーというのもしょっちゅう出てきます。どういうことかというと例えば道徳とかきれい事を言う人がですね自分が全然このきれい事を実行してないのに人に対してきれい事を言うんですねこれをヒポクラシーと言います。これ完全なヒポクラシーでですねイギリスは いや民主主義にした方が香港の人のためにいいと。でもそのイギリスが当事していた頃はですねデモをすると銃で殺したりしたわけですね。でイギリスの批判をする文献とか雑誌者新聞なんかを全部あのクローズしたわけです。そういうことをしておいて中国に返す時にはデモクラシーにしてほしいと。いうようなことを平気で言ったわけです。で 中国はその当時ですね、テン・ンシャオピンですね、はあよろしいと。一つの国であっても2つのシステムで動か,す動,動かせないはずはないと。で、メインランドが社会主義で、香港はデモクラシーで、ただし1つの国としてやると。そこで出た言葉が One country, two system っていう言葉ですね。これが、 翻訳されたのが one country to system。ところがですね。香港で香港のデモが行う。始まったとそのデモはですね。香港を独立させろというデモなんですね。で、中国はそれ絶対許さないですね。それは当然ながらですね。あの、スペインでもカタラン地方というのは昔から他のスペインと違うんですね。で、独立したいということでデモが起こったけど、全部？ その独立派捕まっっっちちゃったんでで、すね。で豚バクに入っちゃったああ。沖縄が独立したいというところはもう日本の警察が行って全部取り締まりますね。それと同じで独立したいということはですね一切違法なわけです。カルフォーニア独立させろっていう人がいるんですがそれは違法です。警官に捕まってブタバクに入りますね。 それと同じで、香港独立したいという運動が起こったわけです。デモクラシー守るどうのこうのって言ってますが、あの香港の運動は、要は独立したいということですね。で、それはイギリスとかアメリカがサポートしてるわけです。で、それは絶対に許せないということで、えー、中国が、香港の警察が取り締まりをしているということですね。だから、 あ香港はソバンティーがなかったわけです。そのソバンティーがない時に、えー、中国に戻ってでデモクラシーで選挙をして、えー、やるということでソバンティーを回復したわけですね。で特にですね例えばの日本も軍国時代ですね朝鮮を占領した時に朝鮮総督というのが起きましたね。 でその朝鮮総督府っていうのはですねこれはあ日本の政府が、えー、任命するわけですその誰を役職につけるかと官僚ですねその官僚を任命するということで朝鮮にはソバンティがなかったわけですいいですか でアメリカンコロニアズムといってですねこれが新しい形態のコロニアズムと言われていますねこれはブリティッシュのヘゲモニーをコンティニューするヘ,ヘゲモニーというとですねあ日本語でもヘゲモニーってありますが世界制覇,制覇ですねイギリスは産業革命で技術が発達して世界中あちこちコロニー植民地があったわけです でイギリスが衰退した後、アメリカがそのポジションを取ってですね世界平和制覇をする立場になってるわけですねそれがヘゲモニーっていうやつですねアメリカンヘゲモニーって新聞なんかによく出てきますでどういうことかっていうとあアメリカは世界中あちこちにあいわば新しい形の植民地ですね 古い形の植民地っていうのは非常にコストが高いというのは軍隊を送って例えばベトナムをちょうどソバンティを取ってしまうということはこれ失敗しましたねでもアフガニスタンとイラクなんかではいまだにアメリカは軍が牛耳ってますねでシリアはうまくいかずに今失敗の過程だってみんなあ言ってますねでリビアは 爆撃してリビアのカダフィですかあれを殺してしまったためにソバンティがなくなってですね今あ UN の監視下ということになってますが内戦が起こってますねだからソバンティっというのはなくなるとコロニーになるかそれともあ新しい形態のコロニーになるということですねで これがですね、じゃあ新しい形態のコロニーはどういうふうにするかっていうとアメリカがサンクションするわけですねサンクションっていうのは何かっていうとですね、えー、これは歴史を見ないとわからないんですがヘンリー・キッシンジャーがですねかつてサウジに行ってで世界中みんなオイルを買わなきゃいけないと。でサウジがその頃も、 ほとんどのオイルを世界中に出してたわけですね。で、サウジは出してたけどイスラエルとかイラク,イラ,クイランから仲が悪くってですね、えー、いつ攻撃されるかわからないととケッシンジャーがサウディ・ディールっていうのをやったわけです何かっていうとサウジアラビアをアメリカが守ると軍を送って そして武器も売ってサウジアラビアを守るとこのキングに行ったわけですねその代わりにオイルを売るのは全て US ドラーでやれというわけですでこれはどういうことかというとですね US ドラーがワールドカレンシーになったわけですねというのは銀行から銀行へ送金するときにですね US ドラーで送金する場合 SWIFT コードっていうのが必要になるわけです で、それはアメリカが管理するということで、アメリカの許可なしにはですね、支払いができないということになったわけです。で、それと同時にですね、以前はですね、アメリカに輸入したらこの紙切れ、どんな価値があるんだと。それはゴールドスタンダードといってですね、その1ドルはどれだけの金交換できるという保証があったわけです。その保証を、保証を外してですね、 オイルスタンダードに変わったと1ドルで、えー、ある量のオイルが買えるということになったわけですそれでゴールドがいらなくなったアメリカはですね持,ち持っているゴールドを全部使っちゃったわけですねでオイルで保証するということで US ドラーがワールドカレンシーになったわけですでこのファイナンシャルシステムですねこれができたためにですね 軍隊を送って各国、戦闘する必要がなくなったということを聞かないあ小さな国は、ですねサンクションをすると、脅しをかけるわけですね。例えば、あ北朝鮮なんかはもう年間サンクションあ70年間、サンクションで、えー、国際取引ができないわけです。オイルが必要でもオイルは買えない。だから、中国からあ高いオイルを買うと。 でえー、鉄鋼はあるけどそのほか必要なものが買えないということで経済が半分以下に落ちちゃうわけですねだからずっと経済で苦しい目になるとでまだ北朝鮮があれ生きてるのが不思議なくらいで大抵の小さな国はアメリカのサンクションを受けるともう経済破綻しちゃうわけですね。 で、そういう方法で軍隊を使わなくても、軍隊を使うとハイコストですから、ローコストで、えー、ヘゲモニーを守れるというふうな体制ができたわけです。で、国によってはですね、南アメリカなんか、ラテンあ関係の国はですね、クープですね、クープっていうのは軍隊がいて、その、あ大統領とか、 プライムミニスターを殺してしてまうというふうな方法も組み合わせているわけです。だから一旦それで首をすげ替えるとアメリカ寄りの政権になりますね。するとそこにある鉱物資源とか全てがアメリカの会社の思うままに手に入るわけです。それでソヴァンティーがあるかっていうとほとんどないわけですね。 ソバァンティというのは自分で自持するということですがすべてアメリカの管理官になるわけですね。で、そうやって今まで動いてきたわけです。ところがですね、それが今崩れようとしているのが中国の大東ですね。それでアメリカが今慌てているということです。日本もですね、あソヴァンティがあるかどうかっていうとこれ疑問なわけですね。なぜかというと サンフランシスコ平和条約でですね日本を占領すると書いたのがいまだに続いてるわけですねでどういうことかっていうとアメリカのあ政府関係者とか軍関係者はですね日本で罪を犯しても日本の政府は逮捕できないというような情報が入ってるわけですね、えー、それでですね、戦後、 アメリカの GI なんかがですねあどっか飲みに行って酔っ払ってですね金がない支払いできないそして銃を取り出してバーって撃つわけですね。で日本人を殺したからといって日本の政府あ政府とか警察は手が出せないそのままアメリカのあ軍関係者が来て連れていくということがずっとあったわけですね戦後に。で、えー、日本の学生運動ですね 全学連とかが非常に盛んだった頃にですねあ安保安全保障条約といってその、えー、サンフランシスコ平和条約に上乗せするようにですね日本の軍をすべてアメリカの軍の指揮で、えー、使うというようなことがになったわけです。このあ非常に不公平条約ですね。 そういういことをやったわけですそれで学生がみんな反対したんですがあ,あれ安保条約は結局あ両方双方サインしてなったわけです。ということは自衛隊はアメリカの軍の下で戦争しなきゃいけないとアメリカが例えばああ朝鮮半島でまた戦争が起こってですね当時は日本の軍は完全にあ負けてあ ユースレスですね。使えなかったためアメリカは自分で戦ったわけですねで。朝鮮半島で戦って非常に死傷者が出たと。で、犠牲者が出てこれはかなわないとアメリカは思ったわけです。で、今回は日本の自衛隊があるので、まず自衛隊を送るというふうな、ああ、立場になってるわけですね。でということは、アメリカは自分の兵隊が殺されるのはかなわないから、 日本の自衛隊を使おうと韓国の軍も使おうというふうな関係になってるわけです。でそこでソヴァンティがあるのかどうかっていう話になるんですが非常に疑問ですね。そういったなんかグレーエリアっていうんですねはっきりと白黒いや日本には総理大臣がいるんだと。 と言ってもですね、アメリカの軍関係者がジープ5台ぐらいで行ってですね、総理官邸にあの機関銃を持って入っていって総理大臣を連れていくなんてことをしてもですね、日本の警察は何もできないわけです。の条約占領国ですからだからどこまでソヴァンティーがあるのかっていうような話があ出てくるわけですねあのアメリカの新聞を読んでも。 ということで、えー、まだいろんなあ時事の用語があるんですがいつも歴史から理解していないと理解できない部分がたくさんあります。何、えー、か他にですね時事の用語でこれをちょっと説明してほしいということがあればあコメントの欄に書いてください。それじゃあ今日はここまで。